巨大カタツムリアフリカマイマイ、何色のうんこ？パパが超巨大カタツムリアフリカマイマイを見つけてきました。そう、ルッキーは何のご飯食べてもお菓子食べても茶色いうんこするでしょ。でもカタツムリは例えばキャベツを食べたらキャベツ緑色でしょ。キャベツ食べたら緑色のうんこするんだって。それで人参を食べたら人参はオレンジ色でしょ。だからオレンジ色のうんこをするんだって。すごいよね。じゃあさ、ルッキー、ちょっと黄色いうんこ出たら黄色いうんこ黄色いもの食べたら黄色いうんこ出るんだって。すごいもんうんこ出たみたいな。そうだからちょっと実験してみようか。いい？このカタツムリさんね、このおっきいカタツムリさんに、ね、ちょっといろんな色のものを食べさせてみようか。まずはこのレタス。レタス何色？ルッキー。緑色。正解。緑色だね。正解。じゃあ緑色のレタスを緑でか。あ、何色のうんこする？緑のうんこ。正解。緑のうんこっていうか、臭くない？どうだろうね、臭いかどうかわかんないけど。臭くない？臭くない？いい匂いかな。じゃあちょっと実験してみよう。じゃあまずこの箱に、レタスをもっといっぱいやってもいいかも。いっぱい大きいからいっぱい食べるかも。うん、そんぐらいでいいよ。こんだけ入れといて。いただきまーす。で、明日には食べてると思うから、明日どんなうんこをするか実験してみようね。すごいね、この木。すごい。来てほら、お目目におきにおきって出てきた。すごいね。レタス食べてね。多分ね、ルッキーがねんねしてる時に夜こっそり食べると思う。今見られてる時は食べないかもしれない。まず置いておこうか、ね、何色のうんこするかな。図鑑で調べてみよう。そう、あ、これはね、普通のカタツムリ。これだね。これ？アフリカマイマイ。これ？そう、アフリカマイマイは、いい？世界で一番大きなカタツムリで、腹の高さが10センチもあります。まあ、これも。マイマイって言うんだって。同じでしょ？このこれとこれ。アフリカマイマイ。そう、アフリカマイマイ。で、これがアフリカマイマイ。そう、アフリカマイマイ。触ると重い病気になることがあって、とっても危険です。何？アフリカマイマイに限らず、カタツムリには寄生虫がついていることが多く、手で触って、その手で目や傷口を触ると寄生虫が体に入ってきて大変なことになるよ。ルッキーは大急ぎで何回も手をしっかり洗いました。触ったのはパパだけだったからよかったけど、カタツムリは見つけても絶対に触っちゃダメだよ。パパは触らないで見るだけにしようね。パパが触ったからまず大丈夫だけど、手で触らないようにしてね。危険なんだって。危ない病気になるから触るのはダメ。さっき触ってた。触っちゃダメなんだよ。分かった？このアフリカマイマイは絶対に手で触っちゃダメ。分かった？これアフリカマイマイ。危険生物だけどレタス食べてる姿は可愛い。むしゃむしゃ。ルッキー、じゃあアフリカマイマイがうんこしてたから、見てみようか、アフリカマイマイのうんこ。アフリカマイマイは触っちゃダメだからね。じゃん。ルッキー、アフリカマイマイのうんこ何色だった？青。黒だったね。おかしいね。黒だったね。緑だった。何色なのかな？緑。かわって思ったらさ、ね、すごいかわって思った。
黒だったね、うん、でもルッキー見て昨日あげたレタス全部食べてるアフリカマイマイ偉いねレタス全部食べてくれた。じゃまたアフリカマイマイが触るととっても危険ということが分かってよかったね。アフリカマイマイだけじゃなくカタツムリには寄生虫がついていることが多いから手で触らないようにしてね。おまけ。ゴール金100倍アンパンマン。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録よろしくね。リアこっち見て。いいね。